ヘルメットを正しく着用し、大切な命を守りましょう。福岡市早良区の新井交差点では、今日午前7時過ぎから高校生や警察官などおよそ20人がチラシを配りながら自転車のヘルメット着用などを呼びかけました。今年4月から自転車に乗る時のヘルメット着用が努力義務化されますが、着用した場合事故で死亡するリスクがおよそ4分の1まで減るということです。自転車の事故で死亡事故となるものは頭部へのダメージがほとんどです。命を守るためにヘルメット着用をお願いします。福岡県内では去年1年間に自転車を運転中の事故で5人が死亡しましたが、今年は昨日までにすでに3人が亡くなっています。